はい、皆さんどうもこんにちは、ボノです。今日はですね、まあなんつうことない動画なんですが、デグーを買ってみて良かった点と、そしてね悪かった点について、お話ししていこうかなと思います。まあこれからね飼育する方の参考になればと思って、撮影しております。でまずはね良かった点から、まず何と言ってもデグーといえばですね、まあ何と言ってもいろいろあると思うんですけど、やっぱり私がね一番気に入ったのは、あの人にすごくこう慣れやすい、まあ、見ての通りね、普段そんなにね遊んであげてるわけじゃないんですけど、まあ、餌をね毎日欠かさずあげて、まあ時々ね時々っていうか週に1回ぐらい、このケージとねお手入れとかしてますと、もうすぐね匂いを覚えてくれて、こうやって全然怖がらずにね近づいてきてくれるので、非常にね、なんて言うでしょうね、飼ってる感がすごいあるというか、飼いごたえがあるっていう表現ちょっと変かもしれないですけど、すごくこうコミュニケーションがね取れる、生き物なので、その点がすごくいいかなと思います。それからまあ、単純にね見た目もすごくこう可愛いんですよね。ネズミっぽいんですけど耳が大きいんで、ちょっとねウサギっぽくも見えるみたいな、ウサギはちょっと大きくて飼えないなっていう人なんかもね、デグー飼ってみるといいかもしれません。はい、であとねリアクションですね。リアクションすごい、なんて言うんでしょうね、表情豊かなんですよね、このデグーっていう生き物は。なんて表現していいか分かんないんですけど、他でもねエサあげ動画とか塩麦あげる動画をね私あげてるんですけど、それ見てもらえれば分かると思うんですよね。すごいなんて言うんでしょうね、欲しいっていう素振りをねもうほんと全身で表現してくる、非常にね可愛い仕草というか、動きをね見せてくれるので、その点もね、まあ、いいところかなと思いますね。はい、あとはですね、まあ、一緒に遊んだりもできます。あんまり私はゲージの外に出したりしてませんけれども、懐くとですね、名前を呼んだりすると、寄ってきたり、あとはねこっちが特定の動きをするとね、それにこうなんていうんでしょうね、合った動きをしてくれるっていう感じですね。はい、まあそれを、まあ、利用してですね、利用してっていうのも変ですけど、芸をね覚えさせたりすることもできるようです。うちのはちょっとそこまでしてないんですが、慣れてるね飼い主さんとかだと、そういうこともねできるみたいですね。はい、であと比較的ね賢いので、いろいろ、まあ、芸もそうですけど、まあ、覚えてくれるっていう、まあ、ハムスターよりもね、まあ、ハムスターとちょっと比較になってしまうんですけど、ハムスターよりも非常にこうなんて言うんでしょうね、コミュニケーションが取りやすい生き物だと思います。あとはですね、これはちょっとどうなのかなって分かんないですけど、ネットの情報なんですけど、病気に結構かかりにくいみたいですね。それこそ私はハムスター何度か飼育してちょっとうまく飼えなくてですね、病気にさせてしまって、まあ死なせてしまったっていうことが何度かあるんですが、デグーはですねほとんどないですね。はい、たまになんか性器脱みたいなのがあるみたいなんですけど、まあ年取ってからそういうことがあるみたいで、若いうちは大丈夫みたいですね。まあ普段ちゃんとね、管理してあげれば、そういうこともないですね。はい、まあいい点としてはそんなところでしょうか。はい、まあ他にもねあるかもしれないんですが、まあ今落ち着く限りはこんなところですね。で悪い点ですね、これがねまあちょっとありまして、何かというとですね、おしっこですね。まあうんこ便もそうなんですけど、まあ、便はね草食動物らしいポロポロした乾いたねうんこをするので、そんなに気にならないんですが、まあおしっこですね、いろんなとこにやっちゃいます。はい、なんでまあ私はこうやってケージの周りをねなんか適当な紙とか、あとはねプラダンとかでも囲ってた時ありましたけど、ケージの周りをね囲ってあげるといいと思います。はい、で本当はねこういうこれシマリス用のケージなんですけど、このケージよりもこういうねなんていう参考のなんて言ったっけこれイージーホーム、こういうやつだとね、なんだろう、外にねおしっこが比較的出にくい作りになってるんで、こういうのの方がいいと思います。ちなみにこっちはシマリス入ってるんですけど、ね、はい、デグーにもねこういう参考のイージーホームみたいなケージがねいいんじゃないかなと思ってます。はい、でまあおしっこねすごくするので、ケージの外にね出ちゃうんで、そういうのを、まあ、定期的にね拭いてあげたりとかっていうことも、まあ、必要になってくるので、まあ、その点はちょっとね手間がかかるかなっていう感じですね。まあトイレを覚えないので、はい、まあ、それがちょっと悪い点ですね。それからね草食動物なんですが結構ね匂いします。はい、うん、
まあ、なんだろう、動物っぽい匂いじゃないんですけど、やっぱりおしっこが体にもねちょっとついてるのかもしれないですけど、ちょっとねツンとした匂いがねします、デングから。まあその点は砂浴場を広くしたりとか、あとはなんだろうな、他にちょっと対策あるのかわかんないんですけど、結構ねツンとした匂いがねデング自身からもしますので、まあね、まあ動物飼ってればね、そんなに匂いは気にならないとは思うんですけど、もしね、気になるという方いたらですね、その点ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。匂いはねしますので、はい。でそれからですね、これはもうデグーのね、あのなんだろう、職業病じゃないですけど、デグーだからしょうがないだろうっていうところなんですけど、デグーはあのすごくねよく鳴くんですよね。あのピッピッとかね、あとはなんだろう、ピピピピピとかね、いろいろこう鳴くんですよね。アンデスの歌うネズミって言われてるぐらいなんで、非常にねデグーよく鳴きます。はい。なのでこれがね、まあ日中だったらまだいいんですけど、たまにね何かを思い出したかのように夜に鳴き始める時があるんですね。そうなるとね非常に、うるさいです。はい、はっきり言ってうるさいです。まあ動物好きな人だったらね、最初泣いてても気にならないとは思うんですけど、まあ、仕事で疲れてる時とかにね泣かれるとちょっとねイラッとくる点もあるので、はい、まあねその辺は、飼う前にね知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。あのまあそんなね毎日毎日泣くわけじゃないんですけど、まあ、週に1回ないし、月に1回ぐらいですね、夜にね思い出し何かを思い出したかのようにね泣く時がありますので、まあ、それをね踏まえた方がいいと思います。結構うるさいです、泣く時は。はい。であとはね、まあ、頭がいいっていう点でですね、まあこういう何でしょう、つまむ、外からつまんで開けるタイプの、ゲージのね扉はいいんですけど、あの上から下からこう持ち上げるタイプで何の鍵もついてないゲージなんかですね、デグー簡単に開けちゃいますので、はい、あの何度かね、あの鳥のカゴに入れてたらね脱走されました。あの掃除の時にね入れてたんですけど、はい、ね、デグーはそうやってね、あの開け方とか覚えちゃうので、まあ、ハムスターもあるってばあるかもしれないですけど、デグーの方はねもっとあの短期間で習得しますので、この点もね、気をつけた方がいいかもしれません。まあ一長一短って感じですかね。まあ強いて、ね、一番悪い点としてあげるならやっぱりおしっこですかね。はい、いろんなところでやっちゃうので、匂いがちょっと気になるっていう、で、まあ、おトイレもちょっと大変になるっていうところでしょうか。はい、まあね、でもこの通りね、見ての通り、非常にね可愛い見た目してますし、ね、仕草もねオフで、面白いね動きしてくれますので、ぜひねもし興味のある方は、飼育してみてはいかがでしょうか。はい、まあ飼う前にねそういう注意点があるということを、お話ししておきたいなと思ったので、お話ししておきました。はい、じゃあまたね、デグーの動画もね何かあったらあげたいと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ぐーちゃんぐーちゃんさよなら。